フィルムノワール。フィルムノワールは、虚無的、悲観的、大敗的な思考性を持つ、犯罪映画を指した総称である。競技には、1940年代前半から1950年代後期にかけて、主にアメリカで制作された、犯罪映画を指す。フィルムノワールはフランス語で、暗い映画を意味する。という意味の形容詞である。1946年。 フランスの映画批評家、脚本家のニ位のフランクが、アメリカで第二次世界大戦中に制作された、マルタの鷹、飾り窓の女などの犯罪映画の一群を指して、この故障を与えたのが起源と言われる。以後フランスの映画評論会における用語として定着し、後にはアメリカにも、用語、定義として逆輸入された。フランス語であるため、一部には、フランス製。 ギャング映画を指して、フィルムのワールと表現する例が見られる。口日フレンチフィルムのワール参照のことが、本来は、蒸気のような経緯からハリウッドで制作された、犯罪映画を指し、1941年制作の、マルタの高、監督、ジョン・ヒューストン、主演、ハンフリー・ボガートをその走りとする。一部にはそれに先立つ1940年制作の、三階の、他人、監督、 ボリス・イングスターを最初のフィルムのワールドと定義する評論家もある。一般的な定義では1941年制作のマルタの高から1958年制作の黒い罠監督オーソン・ウェルズ主演チャールトン・ヘストンに至る時期の作品群を指すものとされている。最もさらに遡る百三十二年公開、制作は九百三十年の 暗黒外の顔役、監督、ハワード・ホークス、主演、ポール・ムニオ、その当時のギャング映画としては突出した、倫理コードの極限の強制と破滅、大敗性から、フィルムノワールの源流と考える見方もある。なお、このジャンルの機関や含まれる作品は、格好たるものではなく、上記のごとく評論家ここによって、相当に異なる。 犯罪に題材を得ていればすべてフィルムノワールと呼ぶわけではない。ジェームズ・キャグニーやエドワード・ジー・ロビンソンらが主演した1930年代のギャング映画一般はフィルムノワールとは呼ばれない。フィルムノワールとされる映画にはドイツ表現主義にも通じる影やコントラストを多用した色調やセットで撮影され行き場のない閉塞感が作品全体を覆っている。 夜間のロケーション撮影が多いのも特徴と言える。その前世紀における多くの作品はコストの制約もあってモノクロームで制作されカラーの事例は少ない。多くのフィルムのワールには男を堕落させるファムファタール、運命の女、危険な女が登場する。また登場人物の主な種別として私立探偵、警官、判事、富裕層の市民、弁護士。 ギャング、無法者などが挙げられる。フィルムのワール以前の映画と大きく異なる点は、これらの登場人物が職業倫理、もしくは人格面で堕落、または破綻をきたしており、もしくはそれを悪化させていく、一筋縄ではいかないキャラクターとして描かれている点である。彼らはシニカルな人生観や変則観、悲観的な世界観に支配されている。 登場人物相互間での裏切りや無慈悲の仕打ち、支配意欲などが描かれ、それに伴う殺人、主人公の破滅がしばしば映画のストーリーの核となる。ストーリーの展開としては完全に直線的な時系列で物語が語られることは稀であり、モノローグや階層などを使用して物語が進行することが多い。モノローグと階層で進行する。 深夜の告白はその典型といえ、時系列作装を徹底させた例では、現金に体を腫れなどが挙げられる。低予算の B 級映画として制作された作品が多く、予算や撮影日数、上映時間、B 級作品は70分から80分の短尺作品が多かったの制約は厳しかった。コストダウンのために既存セットの流用やロケーション撮影が多用された。 主役にはしばしば二流もしくは無名俳優が起用されることもあった。映画会社と契約した専属シナリオライターたちは、限られた、時間内で親身のある、B 級映画向けシナリオの量産を強いられ、ストーリーの大胆な省略や風変わりな設定が良く、用いられた、コメディや、ロドラマに比しても、フィルムのワールドではその傾向が顕著である。当時の映画技術的進歩として、 コーティングされた明るいレンズ、小型化され同時録音が可能になったシネカメラ、照明機材の小型化などがある。第二次世界大戦直前から戦時中にかけ、軍事、報道記録用のシネカメラが機能的に発達した影響であるが、これはスタジオを飛び出してのロケ撮影や夜間撮影を容易とし、撮影コストの抑制とリアリズムの追求に資することになった。一方で、 ジャンピエール・メルビルや、ジョゼ・ジョバンニなどの作品を含むフランス製、ギャング映画を、フレンチフィルムのワール、フランス製、フィルムのワールと呼んで分類する合わせがある。ジャック・ベッケル監督の、現金に手を出すな、1954年及び、ジュールズ・ダッシン監督の、男の争い、1955年をその走りとし、 このジャンルの映画の系風は、概ね1970年代まで、盛んに続いた。根元的には、第二次世界大戦後に、フランスで交流してきた、セリノワール、暗黒小説と呼ばれるギャングもの犯罪小説を起源としており、前日日作も、アルベール・シモナンと、オーギュスト・ルブルトンの、それぞれ共に1953年発表の小説を映画化したものである。 さらにそのセリノワールもまた戦後流入したアメリカのハードボイルド小説とフィルムノワールの影響を多かれ少なかれ受けていた。アメリカンフィルムノワールとの最も大きな違いは男同士の友情と裏切りを多く主題としている点である。フレンチフィルムノワールにはアメリカンフィルムノワールにおけるファムファタールとしての強いキャラクターを備えた悪女はあまり登場せず、 場場合によっては、女性が一人も登場しない作品もある。したがってアメリカンフィルムのワールのようなニューロティックな傾向は希薄でありむしろ常念の濃厚なギャング映画という性格が強いジャンピエール・メルヴィルの作品の一部のような外もあるこのような性質上フレンチフィルムのワール作品の多くは暗黒街におけるギャングと警察もしくはギャング同士の対立を軸に構成されている これは1980年代以降、ジョン・ウーなどが監督、制作した、香港製犯罪映画、日本では、香港ノワール等とも言われるにも通じる傾向である。香港ノワールは、アクション性の強さでは、アメリカンフィルムノワール以外のハリウッド製、アクション映画との親和性、近似性を備えるが、ギャング映画としての基本的ベクトルは、フレッチフィルムノワールに近い。競技の、 フィルムノワールの代表例とされることの多い作品をそのモチーフと共に挙げるが主演女優の多くははっきりとした悪女役でありそうでない場合でも結果的に主人公の男を破滅させる原因を作ることの多い役柄であるまた以下の作品に関係する多くの監督俳優はフィルムノワール的な作品役柄を得意としているフィルムノワール再生期は同時に ハリウッドの前世時代であり、1950年代以降のハリウッドが B 級プログラムピクチャーを量産し売るだけの勢いを失ったことは、フィルムノワール制作のよりどころをも失うことを意味した。以後も、往年のフィルムノワールの影響を強く受けた、犯罪映画、異常心理映画は多く作られているが、時代に応じて1960年代以降の映像は、 カラーフィルムが標準となっている。またかつてのフィルムノワールでは、セリフや態度に遠曲な性的意義を込めたり、暴力シーン直接描写の省略による強行の暗示などで厳しい倫理コードを回避しながら、観客に対する間接的なことの示唆を図っていたが、1960年代以降の倫理コードの緩和によって、直接的なベッドシーン、暴虐描写や、 タブーであった日後の多様が行われるようになり、その趣向きは大いに変化した。1946年製作の3つ数えろと、その1978年のリメイク版である大いなる眠りを完成度の優劣は度外視して表面的に比較するだけでも時代の変化は容易に理解し得る。1960年代以降の映画では、ブレードランナーのように別ジャンル作品でありながら、 フィルムノワールタイプのモチーフを備えた作品が現れ、また、ジャイナタウン、LA コンフィデンシャルのように、第二次大戦前後のフィルムノワール前世時代を舞台として、フィルムノワール型のストーリーを転しながら、現代的な解釈を加えた永久相当の映画として制作される事例も見られる。さらに、フィルムノワールと半ば不可分である、モノクロームのイメージから、カラー制作、 ハイビジョンデジタルビデオ制作が当たり前になった現代においても、あえてモノクロフィルムで制作される事例があり、カラーの場合でも色彩効果を暗めに調整したり、闇や夜間のシーンを多用することで暗い画面を演出することが多い。日本映画でフィルムノワール的な作品を手掛けている監督としては、黒沢明、鈴木清淳、篠田正宏、岡本喜八、 深作金字、石井照夫、鈴木秀夫、北野武石井隆史、野村義太郎、森一世、川尻義明、三池隆史、押井守などが挙げられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。